朝ごはんは何かな。本日から王国主催の収穫祭です。収穫祭では舞踏大会、芸術祭、ダンスコンテストの3つのイベントが開かれています。どのイベントも優勝すると王様から直接のお言葉と賞金を賜るという大きな栄誉が得られます。またどのイベントにも参加せず、収穫祭を観客として楽しみながらゆっくりお休みすることもできます。準備はよろしいですか。お嬢様はどの競技に参加なさいますか。お嬢様が参加されるのは舞踏大会でよろしいですね。わかりました。それでは参加手続きをしてまいります。これより舞踏大会を開催します。はじめに国王からのお言葉です。武の力は国の礎。普段の鍛錬の成果を今日この晴れの場で見せてもらいたい。わあ、みんな強そうだな。でも負けないんだから。私たちの対戦ですわね。負けませんわよ。私だって絶対に勝つんだから。よし、頑張るぞ。次は私とお前の対戦。ついにこの時がやってきたな。勝負だね。絶対に勝つ。私だって負けないもん。でも次は勝つ。絶対に勝つ。いよいよこの時が来たわね。私負けないから。私だって負けない。今回の優勝者は
あなたの戦いぶりはひときわ輝いていました。おめでとう。幼いながらもこたびの活躍見事であった。その栄誉をたたえ、ここに賞して使わす。王様、ありがとうございます。次も頑張ります。うん、良い心がけだ。精進するのだぞ。お嬢様の優勝おめでとうございます。これも日頃の修行の成果ですね。とても強かったです。優勝したので賞金を賜りました。大切に管理しておきますね。頑張ろうね。